霊夢よ。毎日ゴロゴロしてるだけじゃ暇でしょう。いや全然、毎日忙しいけど。そうですか。やはり暇でしたか。いやちょちょ。でしたら私の代わりに、コメント返しをしてもらえませんかね。なんでこの私がそんなことせにゃならんのだ。虫がしろよ。ほら、私何かとやること多いじゃないですか。つまり面倒くさいから、私に押し付けようってことやな。こいつコメントもらうだけもらって返さへんって、最低だなおい。元はといえば、霊夢がラジオを逃げなきゃよかったんだよ。第2回から私が代わりにやってたんやぞ。そんなん知るか。私はマリサに無理やり連れてかれただけだからね。せっかくマリサさんのおかげで、ゴロゴロ生活から一歩前進したと思ったら、またベッドの中まで交代しやがって、頼むは太陽の光にでも渡ってみろや。そんなことしたら、日焼けしてまうやろが。むしろ健康的でいいじゃない。なんと言われようが、この時期にライフを続けてやるからな。く、ならば、そういえば、スマブラ Wii U の発売日決まりましたね。それがどうした？いやー、霊夢がコネ編するなら、ゲーム買ってあげてもいいんですがね。主よ、この私がゲームごときで辛よしのだ。物欲の塊やな。次回へ続きます。また見てね。バイバイ。あ、このセリフ懐かしい。